ご視聴ありがとうございます。魂のビューのあれです。今ですね、浜辺に来ています。浜辺でですね、夕方、日が暮れる前の1時間ちょっとぐらいの時間をここに来て弾き語りの練習をしたりすることがあります。その前作った動画で、携帯の蚊取り線香皿がですね、小さいサイズの蚊取り線香を使えば大丈夫なんじゃないかっていうのを検証しようと思って、この蚊取り線香皿をまた買ってきました。使ってみようかなと思ってるんですけれども、これがそうです。これに今小さいサイズの蚊取り線香が入っています。これにちょっと火をつけてみたいと思います。このサイズにぴったり合う蚊取り線香を買ってきました。この蚊取り線香も100円ショップで買ってきたものです。これに火をつけてみたいと思います。風が強くてですね、火がつきにくかったもんですけど、一瞬の間で火をつけました。火だな、ついたみたいです。これで携帯蚊取り線香皿にセットします。今風が強いもんですからね、煙が出てるのがちょっと分かりづらいかと思いますけど、煙出てますね。これで1時間ほどギターの弾き語りの練習をして、どうなったかっていうのを見てみたいと思います。ちゃんと普通に難なく燃えていっているようです。これでも燃え尽きるまではいられないかもしれないですけど、もうちょっとつけておいてみます。今日風があるんで蚊は寄ってきてないんですけど、様子を見たいと思います。今日もそこそこ歌ったんで、もう帰ろうかなと思うんですけども、今のところちゃんと燃えてますし、網も大丈夫みたいですね。ちょっと開けてみたいと思います。こんな風です。やはりですね、小さいサイズの、小さくてこの厚さも薄くなるんですけれども、そういうサイズの蚊取り線香を入れてセットすると網も大丈夫なのかなっていう気がします。まあ、正確なところはちょっとわからないんですけれども、初めに買った小さいこの携帯用の蚊取り線香皿の網のところが破れちゃったっていうのは、多分でもそういうことなんじゃないかなと思います。これで、使っていきたいなと思います。使えるでしょう、大丈夫でしょうっていうふうに思います。このまあ小さいサイズなんで、小さいサイズの蚊取り線香を入れてセットして使っていくと使えるんじゃないかなと思います。どうでしょう。チャンネル登録をよろしくお願いします。この動画良かったと思われる方は高評価のボタンを青空に向けてクリックお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。楽しいのオービューの小原でした。そうもう梅雨も明けてですね、この青空がものすごく気持ちいいです。海辺にいてもちょっとこの風も気持ちいいんですけど、ちょっといるだけで体ベタベタになりますね。帰ってお風呂入ろうかなと思います。じゃあまた。空は青いよ。